はい、皆様こんにちは。ワンニャンマッサージでーす。今日のテーマはですね、はい、あ、ごめんごめん、このね、ダックスちゃんはこうやってダックするんですけど、ココナちゃんは怖いんですね。いつもこれなのでね、はい、はい、今日はですね、ストレスでございます。今ね、こうやって抱っこしてるんですけど、ダックスちゃんはヘルニアなりやすいのでね、こういう抱っこの仕方はあまり良くないと言われているんですが、私に今こんなにのけぞってるんですね。そうなんです、背中に負担がかからないように、はい、脇の下を支えて今抱っこしてます。実はね、ココナちゃんは保護犬で怖いことがたくさんあるんですね。今までもちょっとご紹介してきたんですが、ワンニャンマッサージをね、順番にこうご覧いただいている方は分かると思うんですけれども、いろんなトラウマがあってね、できないことがありますので、まあ、ちょっとココナちゃんの怖いことを省きながらね、大丈夫かな、ちょっとこの大丈夫かなごめん、入っちゃった。はい、はい、怖いことを省きながらね、はい、接したいと思います。で、皆さんいつも通りお爪とかね、アクセサリーとかね、ワンちゃんのね、はい、怪我のないようにね、よろしくお願いします。で、リラクゼーションしてるところでね、マッサージ、コミュニケーションしてあげるのがいいんで、一応順番は言いますけれども、まあそれ通りじゃなくても、とにかくコミュニケーションがね、取れればいいのでね、はい。で、うちもね、あとね、ポメラニアンのですね、エイミちゃんとチワワのモモちゃんがいるので、この子はですね、ご飯食べてすぐ自分で一人でね、サークル入って、ケージとか入って寝ちゃうので、マイペースな子なんですけども、ココナちゃんはですね、なんですが、それでもね、夜中やっぱりね、眠れない子とかね、ちょっと体調崩した子が出るとね、それなりに音をガサガサするので、それなりにストレスも溜まってると思うんですね。なので、犬には犬社会のね、犬関係があるらしいのでね、ね、どうですか、犬関係ありましょうかね。こうやってね、おとなしいんですけどね、ちゃんと言うときは言うんですよお医者さん行ってね、お注射ね、こう、なんですかね、検査のお注射、あ、降りたい、うん、はい、ちゃんと意思表示をしてくれるね、はい。お注射の時にね、ガブーとかね、言ったりとかするぐらいね、嫌なことやって言ってくれるんですね。はい、それで今日ストレスでございます。まずね、いつも出てくるね、回すとくるくる回す、撫でる、つまむ、押すとか、いろいろね、基本形の1、2を見ていただけると、ワンニャンマッサージ1、2を見ていただけると、その基本形がわかると思うんですね。またね、お時間の時にご覧くださいませ。今日はストレスでございます。はい、お腹の周り、おへその周りをくる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 、もうほんと軽くですよ、くる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 ね、ワンちゃんの様子を見ながらね、やってあげてくださいね。くる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 、ストレスでございます。横になっていたらね、こうやってね、さすったりとか、こうやってできるの、お腹出せる子はね、できるんですけど、今ね、ココナちゃんはね、まあ、ちょっと、あら、動画撮ってるのかしらっていうことで、ちょっと緊張してるのでね、はい。ストレスになってないですか？大丈夫ですか？うん。本当に嫌だったらね、逃げてしまうのでね、大丈夫だと思います。気持ちいいんだと思います。おへその周りをね、くる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 ね、回してあげてください。と、今度ね、脇のところですね、脇ストロークでね、脇をね、うん、横になってたら片方ずつでもいいんですけど、こういう時はね、両方できそうですね。脇をね、どうですか、脇をやってあげてください。脇です。それでね、今度顔のピックアップなんですが、ココちゃんごめんね、本当はココちゃんがちょっとね、歯のところが、歯茎がね、ちょっと痛いので、あとね、ここら辺がね、触れないのでね、ココちゃんはできないんですけど、私でやりますね、ここのね、顔をねちょっとかココちゃんごめんね、よいしょ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 、ちょっとママあぐらかくね、ね、よいしょ、はいはい。ワンちゃんのですね、ここのほっぺたをですね、ワンちゃん猫ちゃんのほっぺたをね、ビューって引っ張ってあげるんです。笑顔に見えるようにビューって、ここら辺多分ね、伸びると思うんですよ。
あのここあのつまんじゃうと痛いので、こうやって人間もね、この眼輪筋をほぐすっていうのはとても気持ちいいんですよね。はい、こうやってなんかこう笑ってるようにね、こうやってね、こうやって引っ張って痛くないのでね、ワンちゃんはねこうやってね、あの皮膚にね余裕がありますのでね、逆にこういうとこなんか引っ張ってあげると血行が良くなって気持ちがいいんですね。はい、今ちょっとできないんですけど、こんなイメージかな、顔面を引っ張ってあげて、はいこんな感じです。引っ張ってあげて、ココナちゃんはねちょっとね、ここがね、あのお口の中がね痛かったりするのでやらないんですけど、皆さんもやっぱりそのワンちゃん の, あの体調とかいろんなのを見てね、飛ばすところは飛ばす、やってあげることをやってあげれる、で他のものとで組み合わせてもいいと思うんですよ。まずリラクゼーションで、はい、組み合わせてスキンシップを取っていただけたらと思います。でお顔が終わったらですね、今度百会というツボなんですね。人間でいうとこの一って、こういった交わったてっぺんのところがあるんですね。で人間ではこれをね押すんですけれども、今日はですね、つまみ上げる、こっから来て、こっから来て、ちょうどてっぺんの交わるところ、ここをねつまんであげるんですね。これだけ余裕がわかるかな、ねえ、つまんであげる、ほんと軽くですよ。ほんとにね、こうやってね余裕がねあるのでね、あのギュッと引っ張らなくて、つままなくてもね大丈夫なんで、あ、顎乗っけてくれた、はあ、気持ちいいのかな、はい、頭のね百円のところをねつまんであげます。これもね5回から10回ぐらいでもね、気持ちよかったらね、もう少しゆっくりとねつまんであげてくださいね。はい、どうですかね、あのお顔の広いワンちゃんとか狭いワンちゃんとか、お鼻が長いワンちゃんとか皆さんいますよね。でうちのチワワの、あのモモなんかは小さいので、4本指でやるところをもう2本指でね耐えちゃう時もねあるんですね、そのワンちゃんによってね。はい、どうですか、あ、これでいい感じ、うん、はい。今度ね、三竹と七竹っていうのがあるんですけど、三竹っていうのは人間でいうとこの眉と眉のこのここら辺ですね。で七竹はこっちの眉の端っこあたり、ここをねこうやってねしごいてあげるんですね。あら、手の上で寝ちゃった寝ちゃった、ちょっとここで寝ててね。はい、でワンちゃんでいうとここですね、今眉ないんですけど、こっからここをね対面でできた場合には、こうやって目をつっつかないように、目をつっつかないようにこうやってしごいてあげるんですね。はい、こうやって、で今ココちゃんは私ね後ろを背を向けてしまってるので、でこの中指と薬指が人間で力が入んない、あの人間のエステもそうなんですけど、これでやるっていうのは皮膚の摩擦がないように、人間はですねこの指がね力が入らない指と言われているので、これで人間をやるんですけど、ちょっと中指でやってみますね。どこが眉なんだはい、ちゃんとね見ながらね、お目目つつかないようにね。はい、三竹から七竹、はい、これもね5回から10回ぐらい、はい。ということで今日はストレスでございました。もうねお腹のこのサークリングはね、どの子も多分気持ちいいと思うのでね、何に特化というよりも、まずうちではマッサージする前にお腹をさすったり背中をさすったり、こうやってピックアップしてね気持ちよくしてあげてからやるんですけれど、はい、どうですか。はい、そしたら今度ね脇ですね。私はちょっと人間のエステをやってたので、エステをやってた、やってるのでエステティシャンなので、こう寝てるところをねこういうふうにねやるっていうのは基本なんですけど、私の場合はねこうやってね両手を使ってね、これがね背中だったり、今日はですね脇なんですね。はい、脇です、今日は脇です。そして顔面の引っ張りなんですが、今ココちゃんは歯茎がちょっと苦手なので弱いので、あ、これでいいか、こっちでねここをねむぎゅー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 って引っ張ってあげると、なんかこういう感じなんかもう笑ってる感じ、笑ってる感じ、もうちょっとねこっちの奥まで来るかな、ほっぺたはねここら辺にもね余裕のね
あの皮がありますのでね、そこをね引っ張ってあげる。後ろからね、こうやってね、前からでもいいんですけど後ろからの方がやりやすいと思うんですよね。引っ張ってあげる。そしてこの百重ですね、ここからここから来る、そのてっぺんのところ、ここから来るてっぺんのところをつまんであげる。でね、その子によってね、ちょっと手触れるの苦手とかね、ここは苦手ってなりますから、苦手だなぁと、ちょっと嫌がってるなぁと思ったらね、あのそれをね飛ばしてあげてください。でね、手の先はねちょっと怖い子がいるんですけど、そういう時は今日はね手の先ないんですけど、こうやってさすってあげて、さすってあげて、さすってあげて握手をして、こういうところをやってあげるとかね。はい、もう直そこ行かないでね、なんとなくこう触っててね、こう行くのもね手ですね。はい、どうでしょうか。はい、そして最後ですね、三軸から四角。はいはい、今日はですねストレスのマッサージをご紹介しました。あ、ココちゃんありがとうございました。今日のモデルさんはココちゃんでした。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃんはい、ありがとうございました。それではまた。